はいでは定刻となりましたので始めさせていただきます、えー、皆さんこんにちは本日は日本科学未来館へようこそお越しくださいました、えー、本日はサイエンティストトーク完全養殖天然資源に頼ら,な頼らない養殖研究の最前線と題して近畿大学水産研究所から加藤慶太郎先生をお招きしています加藤先生どうもよろしくお願いします でではですね最初に加藤先生のご紹介を私のの方からさせていただきます加藤先生の専門分野は水産増殖学水産遺伝育種学ちょっと難しい言い方ですが養殖に関する研究をされています海水養殖魚の効率的な生産を目的とした染色体操作および遺伝子操作技術による品種改良を研究されているんですねこれと加えまして また海水魚の養殖や種苗生産ちっちゃい赤ちゃんの魚です、ね、の生産の現場で日々生じる病気などの問題を解決する方法や餌のやり方飼育方法を工夫して生産効率を上げるその技術開発など現場で役立つ実用的な研究にも取り組んでいらっしゃいますちょっと今言い方難しかったですよねご安心ください今日はですねこちらのようなテーマでご講演いただく予定です 日本の漁業と養殖ってどういううい状況なんだろうそして近畿大学が世界初めて成し遂げたマグロについてそのマグロってどんな魚なのかそしてその32年の研究のどういう変遷をたどったのかというお話をしていただいてそしてその養殖の技術が今日本から世界へ広がっていっているというお話とあと今加藤先生が現在取り組んでらっしゃることを中心にこれからの養殖の課題についてお話しいただく予定です。 ではですね、ここからは加藤先生にバトンタッチしてお話しいただこうと思います。それではよお願いします。ご紹介ありがとうございました、えーと。近畿大学の加藤と申します。今日は本当にあの天気の悪い中あのたくさん集まっていただきましてありがとうございます。えー、とこのイベント中止になるかなっていう上はホテルで一人あの心配してたんですけども。 でこのような機会を与えてくださいました日本科学未来館の久保様はじめあの関係の皆様にあの厚く恒礼申し上げますそれからこの後あの試食ということであの近畿大学であの育てたお魚を皆さんに食べていただくということで NPO 養殖振興会の斉藤様ご夫婦で朝から早朝から来ていただいておりますどうもありがとうございますということで今日はあのちょっとこの未来館の,あの雰囲気から ちょっと離れた話になるかと思うんですけどあのちょっと養殖について皆さんと一緒に考えていけたらと思いますであの子どもさんが来られるっていうことでちょっとスライドかなりあのひらがなを多くしてあって見にくいかもしれないんですけどあのご了承ください、えー、そしたらあの早速始めさせていただきます、えっと、養殖の,はあの話に入る前にまずですねあの日本人日本人が あの食べる魚介類の量っていうのがですね、えー、実は減ってきてますであの昭和からあの平成にかけてっていうようなそういうあの話ではなくて実はこれ2000年に入ってから平成13年からでもあのこの青色であの表しているのが魚介類の摂取量なんですけど。 どどんどん減ってますで、まあ、その分その分っていうわけでもないんですけど肉類の,あの消費量が増えてますちょっとあの日本人の,あの食文化というかあの食べ物が少し変わってきてるっていう傾向が最近でもあるっていうことですであのそこで皆さんここに来ている皆さんにはちょっと考えていただきたいんですけどこれはその、えっと、ちょっと2007年って古いデータなんですけどあの1人当たりにあの食用に魚介類が供給される量、えー、世界で一番日本が あの多いんですねであの注目していただきたいのは下のグラフです。でこれ横軸があの魚介類の摂取量で縦軸が平均寿命であの魚介類をたくさん摂取するあの食べる国民というのはです、ね、平均寿命が長いでこれはあの魚を食べるとです、ね、あの魚に含まれている。 あの高度不飽和脂肪酸とかそういう有効な成分がです、ね、成人病を予防したりというようなそういう効果がありますであの非常に成人病のにあの予防に有効だということであの魚介類をたくさん食べる民族はです、ね、寿命が長いということです。えーまあ、こういうい、まあ、魚介類を食べるとあの 長生きできるっていうようなことを覚えていただいて皆さんにはできるだけたくさんのですねあの魚介類を摂取していただけた食べていただけたらと思いますで、えー、ここから少しあの漁業全体の中の,あの養殖っていうものをあの考えていきますであのかつて日本はですね昭和59年をピーク、まあこの時はですね世界一の,あの水産大国っていうことであの水産 業の生産量まあ、漁獲量が多かったということなんですねでところが、まあ、あのだんだんあの日本の国が豊かになるに従ってあの漁獲ではなかなかあのお,お金を儲けることができなくなってきて輸入なんかが増えてきてでその分あの漁,獲漁業の量は減っていってるんですけども。 えー、養殖についてはです、ね、ほぼあの一定量生産されていましてでこれあの上の,あの右側の全体の18%って書いてますけど全体の2割近くが漁業全体の中で養殖が占める割合になってますで養殖っていうのは基本的にはあの値段の高い魚あとでも説明しますけどその他魚に対して行いますのであの生産額でいうと 27%3 割近くですねあの漁業の全体の中の3割近くを養殖が あのになっているということでこの養殖業というのはです、ね、今も水産業の中で,です、ね、非常に重要な位置を占めているということですでその、えー、養殖っていうのは、えー、何かっていうとですねあのこれ上にあのピンク色で書いてるのはですねあのちょっと難しいあの表現、えー、ですで分かりやすく書いたのが下の方なんでこちらの方を見ていただけたらと思うんですけど あの海の一部いけすとかです、ね、陸に作った水槽とか池でですね、魚とか貝、エビ、カニ、ワカメ、昆布、海苔などをまあ大きくなるまで育ててそれをまあ収穫して売ること出荷すること、まあ、これが養殖です。であのまあ養殖のいいところ悪いところあるんですけどもまずはいいところですね。で あの魚を捕る漁業っていうのはあの自然の海で魚を捕るので取りに行ったけども取れないこともあるしあのっていうようなことがあったりあるいは。 あの台風が来て海が荒れているようなときはあの魚を取りにも行けないというようなことがありますでところがまあ養殖の場合はです、ね、あ,のある程度の数の魚を常に網生ケスとか水槽とかであのたくさん飼ってますので必要なときにいくらでも出荷できるで台風で量が出れない魚が足りないというようなときはです、ね、養殖の魚が、まあ、あの活躍するという,いうことで,です、ね、あの安定していつでも、えー、取れます。で 天然の魚の場合はあの、取れない、あんまり取れないというときはあの、みんながその魚を買いに行ったらです、ねあの、値段が高くなっていくんですね。でところが、逆にたくさん取れすぎると、どんどん値段が下がってしまう、まあ、そういうあの量が変わっていくので、値段も変わっていくんですけれども、養殖の場合も多少値段の変動はあるんですけども、天然魚に比べると値段が安定しているという、そういう特徴があります。でそれともう一つですね。 あの天然の魚の場合はあのいろんな餌をあのその時その場所でいろんな餌を食べるのであの寄生虫を持った餌を食べてしまうとその魚があの寄生虫を持ってしまうあの危険性があるんですけど養殖業の場合はです、ね、あの生まれた時から人間があの準備用意した餌をだけを食べて育ちますのでこの寄生虫を持つというそういうあのリスクが少ないそういう特徴があります。 でえー、と日本で,ので養殖されている魚の量、これちょっと40年間の,あの膨大なデータなん,なんですけども、どんな魚が、えー、養殖されているかというと、まあ、ここにあの右側に写真で示しており、一番多いのがです、ね、ブリ類、えー、これが大体15万トンぐらい、年間養殖されていますで、その次に多いのが、ねえー、マダイです、今日はマダイ、後で食べていただきます、あのマダイです。 でその次に多かったのはですね、実は銀ザケっていう魚です。でこの銀ザケがですねマダイがだいたい6万トンから7万トンぐらいで,で銀ザケが1万トンほど養殖されてたんですけども実は銀ザケはです、ね、養殖されてたのは宮城県で養殖されてたんですねで、海の上にいけすを浮かべて養殖をしてたんで震災で全部流されてしまったんで1万トンあったのが100トン台までも下がってしまったというそういうちょっと経緯があります。これでももう、 あの宮城県でもまた始まってますのでやがてまた戻ってくるんですけど、まあ、あとは、えー、トラフグヒラメシマアジマアジこの、えー、っていうのが養殖されてて今日はマダイとそれからこのシマアジもあの後で、えー、っと食べていただきますで、まあ、15万トンとか6万トンとか7万トンとかって言われてもなかなかあのピンとこないと思いますんでちょっとあの乱暴ですけども2011年の ブリの養殖生産量が14万6240トンでこれを単純に日本の人口で割ると1人当たりですね1年間に1.14キロ、えー、1人当たりだいたい1キロぐらいの,です、ね、あの魚を食べるぐらいの量が今養殖されてますでそれが一番あのたくさん養殖されているブリですねそれがま,あまだになると1人当たり4 7 9五5 0 0ムぐらいそれぐらいの量が今毎年日本で養殖されています。 であのえー、とこういうブリとかマダイ、ギンザケ、トラフグ、ヒラメシマージマージというような魚が養殖されているんですけどどういう魚だと養殖されるかというと、えー、まずはです、ね、買うのが簡単な魚あの特別な技術がいってものすごく魚を買うのが上手でないとヒットでないと買えないというような魚はなかなか産業として成り立たないで簡単に買える魚。 それから早く大きくなる魚、これはあの長い間時間がか,るかかるとそれだけコストがかかるんであので販売してもあの採算が合わないというようなことから早く大きくなる魚、だいたい、えー、ほとんどの養殖業が、えー、2年ぐらいで出荷できる、それぐらいの,あの期間で出荷できる大きさまで育つ魚でないとだめです。それから よく売れる魚今さっきあの見ていただいたですねブリとかマダイとかヒラメとか鮭とかっていうのは皆さんよく知ってる魚でよく食べられる魚です。でよく売れる魚でないとあのいくらおいしくて値段が高くてもあのものすごく魚好きのマニアの人しか知らない魚っていうのは例えばスーパーで並べてもな知らないから買ってもらえないんですねだからよく売れる魚でないとダメだっていうこと。それから えと大事なところなんですけど値段が高い魚これは基本的にはあの今養殖魚を養殖するのにその餌の主原料っていうのはあのたくさん取れるイワシであるとかそういうものから作ったあのフィッシュミール魚粉っていうのを使ってますであの餌にする魚、えー、魚を餌に今魚を育ててるのであの値段が安い魚だと あの採算が合わないですねだから値段が高い魚である高級魚である必要があります。でそれともう一つ、えー、っと大切なことなんですけど養殖しようとするとあの養殖用の稚魚、えー、種苗ってこれあの植物と同じように種苗という呼び方をするんですけどあの魚の子供をですねたくさんあの手に入れる必要がある。だから あ,のある程度の規模で養殖をしないと例えばイケすを準備して養殖を始めようと思ってもその養殖用の魚が10匹とか20匹とかしか集まらないっていうとあの経営が成り立たないでた例えば1万匹とか10万匹とかっていうような数の稚魚が必要に種苗が必要になりますでこれがあの安定的に確保するためには完全養殖この卵から えー、魚の子供を育てるっていうですね完全養殖が、えー、いいっていうことになりますでここでちょっとその完全養殖のことを、あのー、紹介します。でまあ最初はですね、あのー、卵から魚を育てる技術っていうのはかつてはあのー、なかったので、えー、従来の養殖っていうのはですね自然の海でですね、あのー、稚魚を取ってきてそれを いけ、えー、すなり水槽に入れて、えー、出荷できる大きさまで育てて、えー、出荷するっていうのがあの従来の,スタートあの養殖だったんですけども完全養殖の場合はその養殖した魚から、えー、卵を取ってで卵を孵化させて、えー、これ魚の赤ちゃんって書いてます飼魚と呼ぶんですけどそれを。 えっと稚魚それから弱魚若い魚、若魚というようなステージそれをさらに育てて親までしてでそれをからもう一度卵を取るという完全にです、ね、生まれてから親になって卵を産むまでのすべ、えー、ての,あのライフサイクルというんですけすべてのステージを人間が、えー、管理するこれを完全養殖と呼びます。こ、まあ、この完全養殖をすることで、えー 自然の海の,あの稚魚を取ってくる必要がなくなるので,です、ね、あの天然の資源に影響しないそれから、えー、人間が卵を取る量をある程度コントロールできますので種苗があのたくさんいつでも手に入るでそうすることで養殖業者さんは例えば10万匹を養殖しようとか100万匹を養殖しようとかっていうようなあのそういう計画ができるようになるので安定して計画的に養殖できる、えー、そういうふうになります。 で逆に、ですねその完全養殖をしないで、えー、養殖をしてしまうと、えー、自然の海で魚の子供をたくさんとって養殖をしてしまうと当然のことながら、えー、自然の海に本来いるべき魚の数が減ってしまうで漁師さんが、えー、漁業が成り立たなくなったりする。 まあ、それと養殖しようと思ってもその魚がだんだん取れなくなっていくので養殖,自体養殖業自体があの不安定になってしまうそういうあの問題があります。でこれはその養殖の観点からあの種苗が手に入りにくいとかあの養殖が不安定になるとかっていうあの問題なんですけども例えばですねあの今日お話しするマグロっていうような魚を 取りすぎていなくなってしまうというようなことになるとこれ自,然のあの自然の海では食で、ね、物連鎖というあのものがあってであのマグロ、あとでも説明しますけど非常に大きくなります。であの大型の魚というのは食物連鎖の一番上、頂点にいるんですね。ここあの推定の量が5000万トンというような量が書いてありますけど大型の魚というのを頂点に。 えー、このピラミッド型になってて大型の魚は小型の魚を食べますで大型の魚よりも小型の魚の方がたくさんいますでここ5億トンって書いてますけどもものすごいたくさんの小さい魚がいてで小さい魚はあの動物プランクトンを餌に行っ、えー、ているのでさらにその10倍50億トンというような動物プランクトンがいてで さらに動物プランクトンは植物プランクトンを食べて育っているので、えー、ここ500億トンって書いてますけども、植物プランクトンが。でこの、えっと、人間の都合でというかですね、あのこのマグロを例えば養殖用にたくさん取ってしまってこれ今実際にあの減ってきてるんですけどこの一番あの頂点の魚をです、ね、人間が取ってしまうとあごめんなさい。ちょっっと待ってくださいね。えー 本来はこの小さな魚を餌にしていたのであの小さい魚がある程度あのマグロや大きい魚に食べられることでその量のバランスがあの取れてたものがあの人間が、えー、大きな魚だけを取ってしまうと、えー、今度ですね小さい魚がい一,時期あの一時的にたくさん増えてしまうんですね。でそうするとあの 今度、えー、小さい魚がたくさん生き残ると小さい魚はどん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 餌にプランクトンを食べるので今度プランクトンが足りなくなるっていうようなことになります。でそうすると,、えー、っと何が起こるかっていうと植物プランクトンがあのたくさん増えて、えー、例えばあのプランクトンが異常に増えるとあの環境が、えー、赤潮っていうような環境になったりとかですね。で逆に今度あの動物プランンクトンが えー、減るんでちやがて小さい魚も減るとかこういうあのバランスが崩れることであの一時的にこの生態系植物連鎖があの狂ってしまう可能性があるんですねこれあの長い目で見ると100年200年で見るとおそらくあの自然界なんであの戻っていくと思うんですけどその戻るまでの間例えばこの小さい魚を 取ることで生活をされてる漁師さんとかそういう人が困るということになるんですね。で、このマグロが減るっていうのはあの実際に起こってます。また、これ後で説明します。で、まずですね。あの、今日のあのまあ、メインの話であるマグロの完全養殖っていうことについてですね。説明をいたします。で、マグロスズキモク、目サバ科マグロ族というですね学名はツルスオリエンタリスという魚です。 でまずはですねあのさっきちょっと出てしまいましたけど泳いでるイケスの中を泳ぐマグロをですね見ていただきたいと思います。壮観ですよね <laughs>。これは実際に近畿大学のイケスというそうですねあの完全養殖で卵から育ててあのイケスで養殖しているマグロです。 で後であとでダイバーがですねあの映るので大きさが大体分かってもらえると思うんですけど体重が大体5 0キロぐらいのマグロです。であのマグロっていう魚英語ではあのブルーフィンツナっていうブルーっていう言葉が入ってるんですけどこの後あの体の横にですねブルーの綺麗なラインが入っているのがですね見てもらえるかと思います。 非常に美しいブルーのラインが入っていますであの、まあ、おすごく大きいんですけどもあの泳いでる姿っていうのは非常に美しい魚です。さっきダイバーが見えたので皆さん比較していただくとその大きさがご覧いただけると思います 周りできたのはちょっとママグロではない魚ですね。あのこんな風に池す、えー、の中を非常にゆったりとあの普段は泳いでます。でこのまあマグロというあの生き物まずはですねあの本当にあの他の魚とは違うあのいろんな 特徴があるので、あのそれをちょっと紹介させていただきます。で、世界中にあのマグロ族の魚っていうのは8種類います。で、ここにはですね。あの7種類しか映画ないんですけど、なぜかというとですね。あのクロマグロっていうのが。 大西洋にいる、大西洋地中海にいるマグロと太平洋にいるマグロとあのほとんど見かけが一緒でかつては同じ種類だと思われてたんですけど最近 DNA なんかを調べて別種だということが分かってそういうことで1つの絵で表現してるんですけど大西洋に、地中海にいるクロマグロと太平洋のクロマグロそれから、えっと、南半球にいる南マグロこの実はクロ、えー、マグロと南マグロという3種類がです、ね、養殖の対象になっていてあの漁獲量が非常に少なくて。で あのお寿司屋さんなんかでとろ高級魚として扱われるのがこの3種類ですでこの3種類がですねあの同じようにあの資源が減っているっていう問題を抱えていますであとはまあその他のマグロについては漁獲量が比較的多いのであのツナ缶缶詰の原料になったりあのしていますで今日は、まあ、あのマグロクロマグロを対象に話を進めていきます でマグロっていうのはどんな魚てまずはですねとても大きい、えー、どれぐらい大きくなるかと言いますと、これがですね近畿大学であの養殖して、今までで一番大きくなった魚です、15年買って、体重がですね403.9キロ、えー、全長、まあ、2メートル87.2センチっていう、87センチというですね。あのまあ こういうここまであのイケスの中で買っても育ちますで太平洋のクロマグロのほぼあの最大の大きさですで大西洋にいるやつはもう少し大きくなって700キロぐらいっていう記録があの残ってますまあ、とにかくあの大きくなる魚ですで大きくなるということはその大きな体を維持しないといけないんでたくさんたくさん餌を食べる必要がありますでその餌をたくさん食べないといけないんであの 泳ぐことがものすすごく得意になってますでここで3つその泳ぐっていうことに関してあのキーワードなんですけど速く泳ぐそれから深くまで泳ぐそれから遠くへ泳ぐっていうこの3つがあのものすごく得意な魚です。でまずはですね速く泳ぐ、えー、時速100キロ以上っていうふうに言われてます一説には160キロとかっていうあの言われてるんですけどものすごく速く泳ぐ。ね、なぜ速く泳ぐかっていうとあのマグロ。 例えばこんな小さいですねメダカみたいな魚1匹追いかけて食べてもですねこんな大きな体なんでお腹の足しにならないんですねであの時にはですねカツオを追いかけて食べたりしますでカツオっていう魚も大概早く泳ぐんですけどその早く泳ぐカツオを捕まえて食べようと思うとカツオよりも早く泳がないといけないんでそれでまあ早く泳げるっていうことなんですねであとは あのよ横向きとか水平方向に速く泳ぐだけじゃなくってあの深く潜るっていうのも得意ですこれはあの実際にあのマグロにです、ね、水深のセンサーをつけて放流してそれがあの1日の行動を調べた研究例なんですけどもこれあの、えー、っとグレーあの グラフの一番下にグレーの部分囲ってある部分があってそのグレーの部分っていうのはですね、あの夜なんですね夜はあのほとんど潜らないんですけど昼間はですね、あの水深これ上のグラフが水深なんですけど1 0 0メートル以上も深いところへですね、しょっちゅう潜って上がってっていうことを繰り返してますであの皆さんここでちょっと思い出してほしいんですけど魚っていうのはですね温動物っていうのを を覚えておられますかね変温動物なのであの周りのあの海水の温度と体温が同じなんですね魚っていうのはだからあの冷たいとこに行くと体温が下がるっていう本来は、えー、魚類っていうのは変温動物なんでそういう特徴があるんですけど実はですねあの海っていうのは深いところへ潜るとどん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 水が冷たくなっていきます。でこれが あのこのグラフの、えっとえー、下に書いてあるこの黒い線がです、ね、あの温度を表していますであの、えー、っと20度以上の表面の海水が20度以上なんですけど100メートルぐらい潜ると15度以下まであの水が冷たくなりますで普通の魚はあの潜ると体温も下がってしまうんですけどこの上のグラフがですね実はマグロの体温であの冷たいとこに潜ってるはずなのに体温は上がってるんですね。 でこれはマグロがあの運動したりあるいはあのおそらく潜ったらあの大きなイカとか餌がたくさんあるんですね餌を食べてそれを消化することであの熱が発生してでそれを体の中にあの蓄えることができるんですねであの皆さんが多分あのよく好んで食べられるトロの部分ってあれ内臓の周りのあの 肉なんですけど油がたくさん含まれていますであの油がです、ね、断熱材の役割をするんですねで作った熱をあの体の中に蓄えることができるでそうすることで深いところまで潜っても体体体温を下げることなくあの運動活発に運動できるであのたくさん餌を食べるってそういう特徴がありますでもう一つはですね遠くへということであのマグロ 太平洋のマグロの産卵場はですね、あの沖縄から奄美大島南西諸島辺りなんですけどそこで生まれてですね、あの皆さんよく青森の大間でマグロが釣られているのはテレビでよく見られると思うんですけどあそこであの餌をずっと食べる魚もいるんですけどあの一部はですね、太平洋餌を追いかけて太平洋を渡ってアメリカへ行ってあのボストンの沖とかそういうところでですね、あの釣り上げられたりしますでまた卵を海に帰ってくると大回遊をします。だから、 あの通常、時速8キロって短,短距離走者ていうのはあの短距離は得意だけども長距離は苦手っていうのが多いんですけどマグロの場合はですね実は違っててですねあの短距離もあの得意だけど長距離も得意というすごいあの構造をしてますでまあなんでそんなことができるのかというとこの尾びれがですねこの形っていうのがですね高速巡航遊泳って速い速度であの泳ぎ続けるのに適した形をしているんですね。 で瞬発的に速く泳ぐのであればこのヒラメとかこれクエなんですけどうちわ型の,あの尾びれをしているとあの尾びれの力で瞬発的に速く泳げるんですけどそれをずっと動かそうと思うとすごく力がいるんですぐに疲れてしまうんですけどマグロのみたいなこういう形をしているとです、ね、高速で泳ぎ続けることができる、まあ、そういう特徴があります。であとはあのー、早く泳ぐ,泳ぐ時に摩擦 抵抗をなくすすためにですねあのこの背びれとか胸びれ腹びれっていうようなものはもう外から見てわからないぐらい格納できるようになってますで水の抵抗がないようなそういう体のつくりになってますであとまあ,あのこれは泳ぐこととは関係ないんですけどマグロっていうとあの 止まるとと死ぬとかですね、一生泳ぎ続けるとかっていうような話を聞いたことがあると思うんですけど本当かどうかっていうことなんですけど実はですね本当ですでマグロっていうのはですねエラブタを動かすすことがでできないんですねで。普通の魚はエラブタが動くのであの自分が静止してても口の中へあの水を通してエラ呼吸ができるのであの呼吸できるんですけどマグロっていうのはエラブタが動かないので少し口を開けて。 あの、自分が上でないと呼吸ができないんですね。だから止まると本当に死んでしまいます。だから、あのえっと近畿大学であの養殖したマグロ一番長生きしたのは23年間っていう。あの長生きしたマグロがいるんですけど、そのマグロもですね。生まれてから23年間、ずっと夜も昼も夜も泳ぎ続けたということです。 で、えー、っとマグロっていうとですね忘れてはならないのはですねどんな魚かっていうと美味しい魚ですで、えーまあ、ここにあのトロの写真をあのお刺身の写真を載せてるんですけど、まあ、値段が高い、えー、っていうことで、えー、どんな風になってきたかっていうと世界中でと漁獲されるマグロあるいは養殖されたマグロがですねあの日本に入ってきてで漁獲 あの資源が減ってきてきるこのクロマグロに関してはですね、えー、っと世界全体の9割を日本が消費しているということであの、まあ、このマグロをですね資源を増やしていかないといけないということなんですねちょっとまあ実際にあの地中海の例大西洋の例をちょっと紹介しますけどもあの本格的な養殖っていうのはあの1990年代に始まったんですけども、えー、っと90年代にですねこれあの さっき紹介した南マグロと太平洋のマグロと大西洋のマグロと3種類グラフに載せてるんですけど真ん中のえんじ色の部分が大西洋のマグロですで90年代に養殖が始まってあの矢印で書いてますけども、えー、漁獲高が急増してで、まあ、最初は良かったんですけども、まあ、2005年頃からですねもう取れなくなってきたで先ほどあの最大の大きさが7 0 0ロとかっていう話をしたんですけどかつてはですね地中海に あの卵をみに産卵回遊で入ってくる500キロとか600キロとかっていう大型のマグロジャンボって呼ばれてですねそれがあのどんどん日本にあの輸出されてた時代があったんですねでそれがえもう今はそんな大,きな大型のマグロっていうのはもうほとんど取れなくてですね取れなくなってしまって 大西洋のマグロはですねこの大西洋マグロ類保存国際委員会 ICAT って時々ニュースなんかでも話題になるんですけどここがですね国際的に資源を調べて減ってきてるからこの漁獲枠っていうものを決めてるんですけどこの2005年頃からですねそれまでは3万2000トンぐらい取ってたのをですねもう漁獲枠を ドーンと減らしてですね2010年からもう1万3000トン台へ減らすっていう、まあ、これだけあの漁獲量が減ったわけです。で漁獲が減るっていうことはその9割日本が消費してたわけであの大西洋で1万8600トンもの漁獲が減少したらですねで当然のことながら日本にマグロが入ってこなくなる。そそうするとあのそれを あのそれをネタにビジネスをしてたですね日本の商社とかそういうところがあのマグロの,そ,のそれだけマグロが扱えなくなるんで困るんであの日本で養殖っていうのをあのこの頃そのころから始めましたで、えー、今実はですね年間50万匹ぐらいのマグロの稚魚をです、ね、養殖をで必要というようなそういうことになっててで 50万匹ものマグロの稚魚を取るとですね、大西洋のマグロだけではなくて太平洋のマグロが減少してきたということで、えー、っと今年、ですね、2014年から小型魚の漁獲量を15%削減するというこれはあの中西部太,太平洋マグロ類委員会というのが ICAT みたいなものがこっちにもあってそこでこう決まったということになります。ここういうふういふになってきたところで、 えっと大事になってくるのがですねこの近畿大学がやってきた完全養殖、えー、この完全養殖っていうことをすればその、えー、天然の稚魚をこれ以上取らなくていいし減らさなくていいということで、あのー、完全養殖が必要になってくるんですけども、えー、っとさっきも言った通りマグロっていう魚は今まで、あのー、養殖されてたあた、のー、ブリとかタイとかっていうのとちょっと違う魚で結構買うのが難しかったんですね。で えー、実は、えー、完全養殖っていうのを達成するまで32年間かかったんですけど、あのー、それをこれからちょっと紹介していきます。で一番最初はですね1970年、えー、この研究が開始されましたでこの時はですねまずはあのー、最初なんで天然の稚魚を取ってきて養殖しようということで。でもこれ、あのー 天然の稚魚をとって養殖するというのもですね、実は非常に難しくて最初はですねあの、その天然の稚魚をとってもらうように頼んだ漁師の方たちにです、ね、笑われたみたいです、そんなマグロの養殖なんてできるわけがないというようなそういうことを言われた。で実際ですね、あのこういう、い あの1970年当時はこういう船であのカツオを釣るですケンケン釣りっていう釣り方が和歌山の南の方にあってそのマグロの子供を釣る船で、まあ、釣ってもらってそれを生け、えー、スへ入れたんですけどもあのマグロっていう魚はですねあのものすごく皮膚が弱い魚であのこの疑似針ルアーを使って釣るんですけどもあのその針を外すとその針を外すときに魚を触ってしまうとその 魚を触った部分から皮膚がただれてですね魚がどん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 死んでいったんですね。 で通常はあの釣る場合はですねあのルアー針が外れにくくなるようにですね戻しっていうのがついててですね釣った魚を逃がさないようになってるんですけどそれがあることで張り外すのにですね時間がかかったり魚を強く握ったりする必要があったんでこの上の写真のようにですねあの戻しの部分はあのヤスリで削ってなくしてしまってそれと張り外す時に魚を。 に触れるとそこの部分から皮膚がただれて死んでいくんでバケツにです、ね、針金を通してあの魚に触らずにあの針を外せ,る外せるようにしたとそれともう一つはあのマグロっていうのは広いところをすごい勢いで泳いでる魚なんであのこうやって釣り上げてです、ね、針を外してあの船の水槽なんかに入れると勢いよく泳いでた勢いそのままに泳ぐんで水槽の壁にぶつかって死ぬって。これ 後でも衝突死っていうのが出てくるんですけどあのぶつかって死んでしまうでだからしばらくですねこういう小さいなバケツの中であの魚を入れておくと最初はちょっと暴れるんですけどやがて観念しておとなしくなることがわかったんですねでそうすることで最初はあの戻しをついた針を使ってイけすで直接魚を入れるようなやり方だと半分以上死んでしまってもうほとんど生き残らなかったんですけどもあの釣り針をから戻しを取ってで いけあのバケツの中でおとなしくしてから水槽を入れるっていうようなことであの生き残りがです、ね、8割ぐらい残るようになった、まあ、こういうです、ね、マグロ他にもたくさんたくさんです、ね、このマグロを買うっていうのあの工夫があったと思うんですけど、まあ、そうすることで,です、ね、こういう網イケスで、まあ、今は大型のイケスで買ってますけど買えるようになった。であのまずはです、ねえー、っとこのの自然の 海でった子供、これまでの養殖って書いてる部分なんですけど親になるまで養殖ができるようになったで次のステップはですね卵を取るっていうことですであのマグロ実はですねあの卵をどうやったら産んでくれるのかっていうのも分からずに、えー、最初は買ってたんですけどえー、っと生けの中であの1974年から初めて そのイけスの中で長期間飼えるようになってその魚が5年後に世界で初めて卵を産んでくれたんですね。これはあの環境がたまたま良かったんだと思うんですけどでこれが1979年にイけスで卵を産んでる産卵のシーンなんですけどこれがまあ世界で初めて卵を産んでくれた。でマグロの卵っていうのはあの浮かんでえあの水面に浮かんであのぷかぷかとえ沈まないんで。 でこういういネットでで卵を集めるこことができますでこれが実際の,あの卵です。でマグロをさっきも見てもらった通り4 0 0キロとか大きくなるんですけど卵は非常にちっちゃくてでで、ね、直径が1ミリしかないです。で生まれた直後のこれあの魚あの拡大してありますけど長さが3ミリぐらいしかない非常に小さい魚生まれてきた時は小さいですね。でこれを あの買おうとしたんですけど実は、えー、と1979年に初めて卵を産んで82年まで産卵が続いたんですけど82年でも、えー、と57日間全長1 0ンチまで9 8ミリまでしか育てなかったんですねでその後1983年から93年まで、えー、と卵を産まなくなってしまったこれ原因がちょっとよくわからないんですけど 飼い方が悪かったのか環境が悪かったのかおそらく両方だと思うんですけどとにかく11年間産卵が止まってだから僕はこの時にあの近畿大学で仕事を始めたのであのマグロの卵っていうのはあの取れないもんだと思ってましたであの毎年毎年卵をあの産まないかっていって池けに行って待ってっていうのをやってたみたいなんですけどで産まなかった。でそれがあの1994年この 夏に卵を産んだんですがものすごく暑い年で雨がほとんど降らない水温が多分かなり高かったと思うんですけどそういう条件が良くて94年に卵を産み始めましたでこの時も買ってです、ね、82年に比べるとかなりちょっと技術が進んで,で、ね、246日全長4 2 8センチ、1 3 2 7グラムまで育ったんですけどここまでしか育てなかったんですねでマグロっていう魚 あのいけすに入れて買うのも難しかったんですけど卵から育てるのはもっと難しかったんですね。でこれがその、えっと、生き残りですね生産率のカーブなんですけど、えっと、最初の10日間ぐらいで、まあ、あのいろいろ経験してる間にあのその死んでいく原因がですね3つぐらいに絞れてきた。で 最初の10日間初期言毛とかって呼ぶんですけど不上死、鎮抗死というようなあの後で説明しますでその次、ですね、それでも90%ぐらい死んでしまいます10日間で何もしてないのにでそこからですね、今度、ともぐいが始まってそれでさらにですね、もうあのやっと10%しか残ってない10%残ったのがですね、もうこれ0.1%ぐらいまでともぐいで、えー、死んでしまいます。でその後ですね、えー、これ、まああの トモ食いの写真がありますけど喉詰まらせて、これ、ともぐいで1匹死ぬんじゃなくて、2匹とも死んでしまうんですね、で、こんなことが起こってっていうこと、それから、あのやっとともぐいを乗り越えてです、ね、稚魚っていうようなあのステージまで、えー、行ったらです、ね、今度、衝突死というのが起こるで、もうほとんど生き残らない、これが何度も何度も繰り返されたわけです。で、これを一つ一つ、あの対策をしていく。 であのまあ、浮上死と沈降死というのがあって浮上死はあの水面に魚が浮かんでそのままあの水面から戻らなくなる、まあ、あのエアレーションなんかの流れでこう持ち上げられてとていうことが原因でこれは水面にあの油の膜をあの作ってやることで簡単に防げたのでこれは、まあ、あんまり問題にならなかったんですけど最初ちょっと分からなかったのはです、ね、この沈降死で沈んでいく。 あの沈んで死んでしまうんですね、これ、右側、ちょっとグラフがあるんですけど、あの点線がです、ね、海水の,あの比重っていうあの重さで,で,す、ねであの、マグロの体あの、生まれたばっかりのマグロの体っていうのは、海水よりあの重いんですね。で、さっきも説明した通り、マグロっていうのはすごくよく泳ぐ魚なんで、あの 泳がないことが原因でマグロが死んでるなんていう想像できなかったんですけどマグロもあの夜の間も泳ぐんですけど昼間に比べるとちょっと手を抜くというかですねあの真っ暗な間はあんまりこう活発に泳がないんですねそうすると体が海水より重たいんで沈んでいきますでそれが自然界だとあの海が深いのといろんな流れがあるんでそこまで行くっていうことはあんまりないんですけど。 マグロ飼ってる水槽って2メートルぐらいしかないので夜の間こうマグロが泳ぐ力を抜いてスーッと沈んでいったらそのままそこに沈んでですねで上がってこなくなってそこで死んでるっていうことが分かってきたんですねで結構な数それで死んで,あの死んでるっていうことが分かったんであの夜の間ですねあの水の流れをちょっと強くしてやってあのエアレーションなんかを強くしてやってであの魚が沈まないように工夫してやるそういうことでまずはですねこの鎮光死不浄死っていうのは防ぐことができました。 で次はです、ね、このともぐい、トモグい,、まあ、いについてはです、ね、分かりやすい対策で,です、ね、たくさん生きた餌をやればいいということで、このイシダイというです、ね、魚を卵を孵化させて、それをもう大量にやるとにかく大量にやる、でピーク時には1日です、ね、2億とか3億とかっていう卵をイシダイに産ませてです、ね、それをやるというような、そういうやり方で今、あのトモグいは防ぐことができる。それと次は 衝突ですこれちょっと見てください、ね、この今右端にいる魚こんなふうにですね夜の間あの何か音とかですね光の刺激に驚いてあの突進遊泳してあのぶつかって死ぬイけスだったり水槽だったりするんですけどまあそれが分かったでいけすへ出してから急激にたくさん死んでる。で 夜の間にですね、いけすの近くにあの漁船が通って光を当てたりする、そういうのに驚いてあのぶつかってるっていうのが分かったので、あのイけスの上にです、ね、あの発電機を持って行って、蛍光灯で,です、ね、あの夜中中、電気をつけた、そしたらマグロは電気がついてると、その電気の周りをゆっくり泳いで,です、ね、横から光が当たってもあんまり驚かな,驚かなくなったという、まあ、そういうことで,です、ね、この生き残り率が劇的に改善された。うんこういうあの 努力で,です、ね、この1994年は、ね、246日しかあの生き残らなかったのがです、ね、いろんなこう工夫をしていくことで95年96年にあの育てた魚はです、ね、数は最初はそれでも17匹とか35匹とかっていう数だったんですけど生き残るようになってそれが2002年に、えー、再び卵を産んだということで人間が卵から育てた魚が えー、親になって卵を産んだということで、えー、完全養殖が達成された、まあ、ここまで32年、ねえー、かかってますでそこからですねこれからはあの最初は10何匹とかっていう数だったんですけどそれを養殖用の稚魚をですねあの 今50万匹必要だって言われている養殖用の稚魚を、ね、人工的に作るということで今量産体制に向けた研究をしてまして2007年に初めて1500匹というのを初めて出荷したんですけどそれがですね2012年には8万匹という、まあ、50万匹の必要に対して実は2012年は天然の稚魚がですね20万匹しか取れなかったんですねでその年に8万匹を出荷するというところまで来ています。で これからの,あの課題ということで、まあ、8万匹まで行ったんですけどまだまだ低い50万出そうと思うと,、えー、と卵からあのその稚魚までまだ1%ぐらいしか残らないんですねでマダイとか他の魚だったら60%ぐらい残るんでまだまだ低いそれを改善しないといけないそれからあの一日中泳いだりです、ね、体温を上げたりすることでマグロっていう魚はです、ね、ものすごく。 あのエネルギーをたくさんん使うんですねで通常ヒラメのようにじっ、ね、としている魚はあの生の,あの冷凍の餌だと 2kg ぐらいあれば体重 1kg ぐらい増えるんですけどもマグロの場合はです、ね、体重1キロ増やすのに1 3キロから1 5キロも餌やらないといけないんです、ね、でそれがちょっとあのいくらなんでもあの効率が悪いということでこれから改善しないといけないそれからマグロを養殖しようと思うと本当に広い施設が魚が大きいのでいります。 でそれがもう今あの養殖できる場所がかなり限られてきてるんでそれをですね、まあ、今まで養殖してなかったあの概要洋へ持っていくとかそういうような研究が今進んでますこういうまあ,あの課題がありますでこの、えー、っと近畿大学が開発したあの完全養殖の技術をあの世界へということであの今 この地球規模課題対応国際科学技術協力サトレップスっていう、あのパナマという国、あのパナマ運河というのを聞いたことあると思うんですけど、あの、この中南米のですね、と、この赤い丸で示したところ、そこの国とですね、国際共同研究というのをやってて、このキハダっていうマグロのあの養殖の研究をしてます。で、あの、まあ、これも同じようにですね、パナマっていう国でも、あの天然魚に頼らないっていうような養殖を。 あの技術をあの協力しながら、えー、開発していこうということで、あのまあ、ポイントとしてはですね、あの非常に距離が離れている、それからあの魚種がですね、日本が養殖している魚と違うんでですね、日本のマグロ養殖に影響しないっていうのがまず一つポイントがあります。で、これかつて日本はですね、皆さんあんまりよくご存知ないと思うんですけど、あのヒラメの養殖技術をですね、韓国にあの教え 結果ですね、韓国から大量に安い養殖ヒラメが入ってきて今も日本のヒラメ養殖っていうのはもうガタガタになってしまったそういう苦い経験があるんであの日本のマグロ養殖は日本のマグロ養殖で保護しつつ海外へ技術協力もするっていうそういう考え方で今やってます。であの大切なところはあのビジネスだけを教えると絶対にうまくいかないのであのこのプロジェクトでは研究者を あの育てるというところから科学技術の基盤をしっかりと植え付けてそれを養殖に応用するというそういう動きをしていますで、まあ、あの東南アジアとか他のところともいろんな協力をしてるんですけどで、えー、っと最近の私の研究ということで僕あの専門はマグロの養殖ではなくて実はあの遺伝子を解析したり品種改良っていうようなあの研究をしてるんですけどもあのまあ 一般に遺伝子組み換えというようなものはなかなか受け入れられないんでどういうことを今、僕が考えてやっているかというとあの、まあ、マダイを使ってマダイって大量に稚魚が作られているんですけどそのマダイの稚魚をです、ね、あの養殖しているとあの極端に病気には小さいあるいはあの体があの危険になるというようなそんな問題があります。でそれをですね今 D DNA を調べるとですねあの親子鑑定というので完全にあのこの,あのおかしい子供がいたらその親をですねあの両親ともに特定できますで病気に弱い子供を産んだりする親というのを排除していけば病気に強い魚ばっかりを作ることができるとい、まあ、こんな研究をしています。でえー、っと最後にですねあの 今日あの完全養殖ということであのライフサイクルの全てを人間が管理する養殖というあの説明をしてたんですけどちょうど今私が考えてるですねあの私の夢というかですねあの完全養殖本当にあの真の完全養殖というですね今はまだあのその対象とする魚だけをし,しっかり管理しようという完全養殖なんですけど、えー、っとそうではなくてですね えー、例えばここに書いてるんですけど海っていうのをですねあの養殖をするとあの海が汚れるっていうようなあのイメージがあると思うんですけどそれをですねしっかりとあの研究をしてですね海っていうのはある程度の負荷に対しては自浄作用って自分で海をきれいにしようっていうあの働きがありますでそれを最大限に引き出すようなあの今、えっと、漁師さんが魚が取れないとか海の生産力が少し落ちてるそういうところもたくさんあるので。 逆にそういうところで養殖をすることであの海の能力を引き出してやるというあの海の再生というようなことができるんじゃないかなでそんなことを考えたりしてます。であとはあの未利ゲ源の魚、えー、と大量に養殖した魚を加工したりするとあの内臓とか頭とかあの人間が食べない部分というのが出てきてそれをあの餌にしようってそういう動き実際に今。 あの始まってあの始めてるところもあってそういうところと協力しながらそれを有効に魚の餌にあの使おうっていうそういう研究をスタートしようとしてます。でそういう環境もですねで見るような資源も利用してやっぱり最後はですね僕は食べることが好きなのでですねあのもう皆さんがあのスーパーで「養殖!」って <laughs>。 買ってくれるようなですねあの美味しい魚を作りたいなとこれがあの私の夢ですということで今日の私の話は以上です片瀬先生どうもありがとうございました <laughs> 養殖っていうものが世の中に広まるためにはすごい努力があったということとあと循環社会これからも続いていく社会を作っていくにはまだまだ課題があってそこにチャレンジされているというお話でした でではですねせっかくの機会ですので質問の時間にしたいと思います質問のある方はどうぞ挙手をしてくださいはいでは一番前の方マイクではいどうぞ先生は海の再生とかそういったあの魚が取れなくなってきてるって話もしてくださったんですけどあの俺らの世代はみんな小学校の子に。 養殖漁業と同時に栽培漁業ってものを学んでて海にまたマグロの数を回復させるっていうことも考えてるんだったらそういうい栽培漁業との関連性もあるんですか栽培漁業というのは実はあのー、たくさんこれまでも長い間、あのー、放流事業とかやられてきたんですけども、あのー、それもですね、あのー、先ほどえー、っと この,あの食物連鎖のところで話をしたんですけどあの難しいんですね。というのはあの人間の都合で人間が欲しい魚だけを放流してるんで結局、あのその魚を放流してその魚の餌も放流してその餌になる魚の餌も放流するんだったらうまくいくんですけどそこのところはあのなかなか難しいんですね。だからあの 放流効果が出やすい、磯、まあね、なんかで根付きの魚なんかは割と放流効果が出やすいんですけどだけどあのその放流事業栽培漁業というのがうまくいってないのはあのそこのところをうまくまだ考えれてないということなんですねだからあの僕がその海の再生というのはあの環境全体を活性化させるようなことを考えないとその人間が欲しい魚だけをたくさん放流してもなかなか難しいということがあります。 それでで答えになってまましたすすかねあ,ありがとうござい栽培漁業について1つだだけ補足させていただきますねあの初めて聞く方も多いと思いますので栽培漁業というのは人間の手である程度まで大きくした魚を海や、まあ、川の場合もありますけども、えー、放流することによって人間がそれをより、えー、取れるようにするという漁業という表現でよろしいでしょうか。<laughs> はいでは、他にに質問ある方いらっしゃいますか。是非あでははい マイクの方をお願いしますえとマグロの死因についてなんですけどマグロを養殖するときにマグロはどういった病気にかかることがあるのか教えていただきたいです。 えっと比較的病気が少ない魚であったんですけどもやっぱり養殖量が増えてきたらいろんな病気が出てきました1つはです、ね、あのウイルス病あのイリドウイルスというウイルス病夏場にこれはあのマダイとか他の魚でも出る病気なんですけどかかりますであとは重血吸虫っていうです、ね、あの寄生虫なんですけど血管の中であの増えるようなあのそういう寄生虫 寄生するクドアっていうようなあの寄生虫そういうものがですねどんどん見つかってきてますでなかなか今あの充血吸虫については薬である程度防げるんですけどその他の病気はあの今のところなかなか対策がないのが現状ですね、はい、ありがとうございます他に質問のある方はでは一番端っこの、はい、マイクをお持ちしますのでちょっとお待ちくださいねお願いします マグロの養殖を行うことで自然環境の大型の魚などの減少を抑制するという試みがあることをさっき述べられましたが逆にすべての大型の魚などを完全に養殖化すると今の海での自然の生態系のバランスが崩れる可能性はありますか あ,のあると思います。と、はい、いうのは、さっきも言った通り、マグロ1匹1キロ大きくするのに、あの餌の魚を13キロとか15キロとかやらないといけないんで、でただあの、今まであの人間が長,長い間あの、たくさんあの漁業をして食べてきたように、ある程度の量であれば、あの自然というのは、さっきも言った通り、再生する能力があるのであの、増えてくるっていうのがあるんで、その範囲をちゃんと分かった上でやるということが大,大,大,大切だと思います。 ありがとうございました。他にはありますか。えっ、ー、とでは。そうですね。後ろの方にも。はい。あ、すみません。えっと、今の質問とちょっと似てるんですけど、あの、えっと。養殖産業にメリットがあるっていうのはすごい分かったんですけど。デメリットがあれば、もし。あれば、よろ、えっと、教えてください。 えっとまずはあのー、さっきも説明した通りあり、のー、魚を養殖するには魚を使ってますで、あのー、それを今植物原料を餌に混ぜたりとかっていうようなことをいろいろ研究してますけどまだまだ魚を飼うのには魚をや,るやらないといけないんで。で あの僕は大丈夫だと思ってるんですけどもあの食糧難の時代が来るとかあの人口が今のペースで増えていくとやがてあの食べ物があのなくなっていくっていうようなそういう時代がもし本当に来たら例えばマグロの養殖なんていうのは真っ先にやめないといけないそういうものになる可能性はあると思います。でただ あのそれまでには僕は人間は技術がどんどん改善していくのであの必要な食料を確保するだけの能力を持っているとは思ってますけどあの今の計算でいくとそういう危険性はいいにあると思いますそれではですねあと一つか二つ、はい、今手、まだあるじゃあ前行ってみましょうか、はい、前から2番目の,そちらの男の子。 あ、こっちですね。はい。上にね、スイッチ。<あ>うん、はい。はい。と、はいはい、家で飼ってるエビはあの匂いで餌を探すんですけど、とマグロはなどのようにして餌を見つけてと食べるのか知りたいんですけど、ね。えっとおそらくおそらくっていうかあの。 匂いとかあの味とかっていうのを検出する能力はあるんですけどマグロの場合は一番頼ってるのは目に頼っているそれが一番大きいと思いますあの行動を見てるとあのえっと例えばいけスに餌をやるとき空中を飛んで落ちる落ちますよねでその 空中を飛んでる餌ーーを追いかけて水面に落ちた瞬間にパクって食べるんであの目間違いなく目で見て食べてると思います、うん、では最後にあの手をげてくれた前の一番前の学生さんも行きましょうか最後時間あでんえー、っとどっちか上げてたよねはい<今>の <laughs> あのち マグロの中で昨日クロマグロについてちょっと調べてきたんですけどあのなんか太平洋型の遺伝子を持つやつと大西洋型の遺伝子を持つやつっていうのを見なんですけどその両者に味の変化とかそれから遺伝で交雑した場合に何か問題が発生したりとかそういういことってあるんですかねえっとおそらく、ね、味はそんなに変わらないと思うんですけどもあのそれと交雑っていうのはあの多分というかあのもう分布域が違うんであの起こらないと思うんですけど。 怒った場合には多分かなり種類が近いので正常普通に育つと思いますでそれが混じっていくとだんだん混じっていってしまうんじゃないかなと思いますありがとうございましたはいではあっという間だったのですがお時間ですので今日はここで終わりにさせていただきたいと思いますぜひ皆さんお家に帰ってもですね今までとは違った養殖もしくはお魚の考え方を皆さん今日は発見したと思いますのでご家族ご友人、えー、とと お話ししてみてください。ではここでサイエンジスト,トークの方は終わりにさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。にありがとうございました。拍手お願いします。ありがとうございました。